トモローグこのコーナーではリスナーの皆様からいただいたエピローグを竹中が脚色演出し皆様に朗読でお届けしていますつまりどういうことこんにちは、徳名です今日は最近あったお話を浄化してもらおうと思っててか、これって浄化案件じゃないなと思うんです私の仮名 ユキにしますね私には好きな人がいました彼の名前はヒロシ職場が一緒です乾杯ああ、ユキほん今日ごめんいやいやヒロシのせいじゃないって部長もさ全部ヒロシのせいにしてさ私あれ部長がかばってくれる案件だって思うけどなそうなんだよなてか全部なぜか俺がいつも怒られるっていうか私たちは同期ということもありとても仲が良くて 気づいたら私は、広ロに惹かれていたんです。あー飲み過ぎたかも。送ってくよ。大丈夫大丈夫。広ロんち反対方向でしょ。酔い覚ましに歩いて、お前の家回ってくわ。私はふらふらしていて。おい大丈夫か車危ないぞ。広ロはパッと私の肩を引っ張ってくれて。なんとなーく、いい雰囲気が流れました。酔った勢いで言いたかったってのもあって。 あのさ、気づいてたと思うんだけど、私、ヒロシのことが好きなんだよね。<laughs> ああまあちょっとは気づいてた。でしょでもあれでしょヒロシは好きな人いるんだよね。前言ってた。今、県外にいるあの大学の元カノああうん。まだ好きなんだよね。うん、ごめんな。そう、だから、ゆきとは付き合えないよ。 わかってるわけ。でもなんか言いたかったの。私んちここだから。ああ気をつけて部屋入るよ。うんありがとう。じゃあな。ひろしは送り狼になることもなくはっきりと私の告白も断ってくれてちゃんとしてる本当にちゃんとしてるそういうところもなんか好きなんだよなあってそう思ってたんです。1週間後。 なゆき俺見たい映画あってさ今度の休み見に行かないいいけどそこからなぜかひろしは休みの日に私をデートに誘ってくるようになってあれこれ もしかしてもしかしてもしかするんじゃないえー、だってさ私は告白をしているわけで私の気持ちをひろしは知っている中で誘ってきているわけでそもそも片思い中の元カノは県外にいるっていうことはやっぱり私に惹かれてきてるってわけで、うんうん、そういういいいことでいいんでんすか私は毎回一生懸命おしゃれをして鏡と向き合い新しい下着なんか新調したりしてでも「じゃあな気をつけて部屋入れよ」。 デートはするのになぜか前に進まないそしてこの関係はおよそ半年も続いたんですもうマあまあの大人なんですよ私さすがにこれはないだろうって気づいたんです今日も結構飲んじゃったね送ってくよおーいゆきまたふらふらしてる危ないだろうひろしが手をつないできましたてかあのさ私ちょっとひろしのことよくわかんなくなっててえひろしはさ何がしたいの え、何これ私の気持ち知ってるよねヒロシはニコって笑い。俺さ、ユキに俺のこと好きでいてほしいんだよね。で、その状態で元カノのこと好きでいたいんだよね。うんうんうん、うんんんんどういうことだから、俺のこと好きでいてほしいんだよね。でも俺元カノが好きじゃん。うん、うん。ちょっとよくわかんないね。 ああまあわかんなくていいよ。お前には一生俺の気持ちはわかんないよ。そして私たちは風に当たりながら私の家まで歩き、いつも通りの会話をかまし、私は部屋に入り寝ました。で、次の日起きて。いや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 、ないだろう。え、も。

人気コーナーになりますぜひ皆様もトモローグへのエピローグを送ってきてくださいどんな内容でも構いません懸命にカタカナでトモローグと書いて投稿をお待ちしております花店アットマーク r 沖縄ドット .co.jp ですそしてリアルタイムでも花々天国をお聞きくださいまたラジコでも聞き直すことができます